大谷翔平選手を応援するファンの皆様、しんすけハンディマンです。7月28日第5試合目対マリナーズ戦、大谷翔平選手は5番 DH で出場しました。今日の大谷翔平選手は5打数の1安打、センターオーバーのタイムリーツーベースを打ちまして打点1を挙げました。やりましたね。大谷翔平選手に念力が効いたんですかね。なかなか素晴らしいヒットでした。エンジェルスの方も大量得点で10対2で、マリナーズを下しました。これで通算成績2勝3敗となりました。今日アストロズと、アスレチックスが負けたので、ゲーム差が縮まりました。大谷翔平選手第4打席で、センターオーバーのタイムリーツーベースを打点を挙げました。今日から出場のアンソニー・レンドン選手が一生懸命走って、まあ、タイミングはアウトっぽかったんですけれども、一生懸命走ってくれてセーフになって、大谷翔平選手に打点1がつきました。やりました。まあこれは僕が見て思ったことなんですけれども、第3打席目まで、ヒットが出なかったんですけども、第4打席目 の, あのバッターボックスに入った時にですね、スッとこう構えがねできて、バットがこう立って、でかっこいい形に見えたんですよ。なのでね、あ、これもしかしたらヒット打つんじゃないかなと思って、こうツイッターにもね、こうやってね、あ、構えが良くなったって、あの打とうとしてたんですけれども、あのそしたらもういきなり打っちゃって、おーと思ってね、打席に立ってる間にこうツイッターで打てなかったんですけども、いや見事にあのセンターオーバーのね、ツーベースヒットを打ってくれました。これで初めてのね長打を打ってくれましたね、大谷翔平選手。いやー嬉しい一打でしたよ。はい、試合前もやっぱり、選手の皆さん、ロブレス選手とか、はあのねちょっとねからかったり、大谷翔平選手ねからかったりしてとか、デビッド・フレッチャー選手も一緒にねランニングしてね、コミュニケーションを取ったりして、大谷翔平選手にね優しく接してくれて、本当にねありがたいと思います。本当にねエンジェルスはいいチームだと思います。これからもねいい雰囲気で、試合にね臨んでもらいたいと思います。大谷翔平選手のニコニコしてるシーンが映ったりとかして、とても、見てて嬉しかったですね。はい、それでは、今日のですね注目選手に行きたいと思います。さあ今日の注目選手、やっぱり今日もデイビッド・フレッチャー選手ですよ。今日も3打数の2安打で、5打席入ったんですけれども、4回出塁してますね。フォアボール2でね、他ヒットで4回出塁してます。すごいですね。打率の方もですね、5割、5分6厘と上昇しました。昨日はね5割3分3厘だったんですけれども、まあ絶好調ですね。マドン監督もフレッチャー選手のことね相当褒めてましたね。これぞ野球選手だみたいなね、これぞベースボールプレイヤーだっていうふうにね褒めておりました。いやこのまま好調を続けていってもらいたいと思います。それとあとやっぱり守備もね素晴らしいですね。シモンズ選手が残念ながら故障者リスト入りに入ったんですけども、その、後を埋めるショートを守ってですね、結構いいプレーも出てました。はい、いやもう打撃もいいですし守備もいいですし、もう言うことなしですね。その次に今日あホームでデビューしましたアンソニー・レンドン選手、いやーやっぱりすごいですね。強打者なんですね。もういきなりですよ、初ヒットがホームランというね素晴らしいデビュー戦となりました。1番のデビッド・フレッチャー選手がヒットで出て、トラウトがつないで、で3番のレンドンがホームランで打って得点を挙げるというようなね形が、理想だと思いますね。もちろんね、アンソニー・レンドン選手がつないだら大谷翔平選手がまたつないでとか、
ホームランを打って得点を挙げるっていうねシーンが見れればね、なかなかね面白いと思いますね。期待したいと思います。そして明日もマリナーズ戦となります。明日の先発予定はアンドリュー・ヒーニー選手となっております。先日投げた時もいい、投球内容だったので明日もね期待したいと思います。エンジェルスにレンドン選手が戻ってきて打線も良くなり、大量得点を入れてチームの雰囲気も良くなってまいりました。これでね大谷翔平選手もね、気持ちよく打席に入ることができるんじゃないでしょうかね。明日の大谷翔平選手の活躍に期待したいですね。引き続き念力もお願いしますよ。それではまた。